はい、外国人はこと14フランスカウンターです。中国との国交正常化以降、アメリカは台湾を防衛する意図を曖昧にしてきました。それは中国か台湾のいずれかが一方的な現状変更を起こさないように、ロシアに釘を刺すことが目的としてありました。しかし、その伝統的な戦略的曖昧性という政策が今では有名無実と化しています。 バイデン大統領これまで5度にわたりもし台湾が中国によって攻撃された場合アメリカが中国の侵略を防ぐために軍事的に介入することを明言してきましたこのバイデン大統領のスネクティック曖昧性を葬り去るような発言はアメリカは台湾有事が間近に迫っていると感じていることを意味しますまたそのような事態が国際経済に深刻な影響を与えることに危機感を覚えていることも同時に表しています台湾はスマホから戦闘機といった あらゆるるハイテクな製品に含まれる半導体の一大拠点です台湾だけで世界の6割以上の半導体が生産されており高性能の半導体に限っては世界の9割がメイドイドン台湾ですそのような拠点が武力攻撃された場合世界の経済が実上停止する事態に発展しかねずコロナ禍以上にサプライチェーンなどが大混乱に陥ることが予測されます。 また経済だけではなくアメリカの世界戦略への影響を鑑みアメリカは台湾防衛の意図を明確にしなければならないといった事情がありますアメリカとその同盟国の関係は信用関係で成り立っていますもし同盟国が攻撃された場合アメリカが助けに来てくれるといった前提で同盟関係は成り立っていますそしてその同盟国との関係があるからこそアメリカは世界中で影響力を行使し世界の警察の役割を演じることができています しかし仮にアメリカが自国の兵士がなくなること、自国に核ミサイルが撃ち込まれることを懸念して台湾を防衛する意図を示せなかった場合、日本や韓国といった同盟国とアメリカとの同盟関係が信用できなくなり、中国のアジアにおける優位性を黙認し、アメリカと距離を置き始めることも考えられます。そのような事態が起きないためにもアメリカは台湾防衛の一思を示すことで同盟国をつなぎ止めたいという思惑があります。 しかし、いくらアメリカが様々な理由から台湾を守りたいと思っても、日本の協力なしには台湾防衛を成功することはできません。仮に台湾有事が起こって、アメリカ助けに行くつもりである場合、日本に米軍を集中させて、在日米軍基地をフル活動させなければなりません。そもそも日本を台湾有事の前哨基地として利用しなければ、アメリカとしては台湾防衛にそもそも間に合いません。 一方そのような地政学的に重要な役割を担うであろう日本ですが台湾維持の際にどう動くか、そして日本の曖昧な態度はアメリカ政府のみならずアメリカ軍関係者も悩ませています。 4月中旬にアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは「台湾有事日本は慎重自衛隊の参加明言せず」というタイトルの記事を出しましたその中で述べられていたこととしては台湾有事が起こった際にどう日本が行動するかについてアメリカ側は何も確約が取れていないとのことでしたまたその日本の衝撃的な態度の背景には世論の反発を政治家たちが恐れていることも挙げられていました このまま日本が台湾維持巻き込まれることを拒み、最終的にアメリカによる在日米軍基地の使用を禁止することを発表すれば、アメリカの台湾防衛は不可能になり、2000万人近い台湾人は中国の支配下に置かれることになります。日本はまだ台湾維持への向き合い方を定めきれずにいます。 しかし我々日本人が理解しなければならないのは台湾維持に関与してもしなくても台湾の命運のみならず今後数十年の国際情勢を左右しかねない立場に日本がいることです。ご清聴ありがとうございました。